どうもありがとうございました、岩手県からお越しいただきました盛岡市民マンドリンクラブの皆さんでした。どうもありがとうございました。それではどうぞ皆さん前の方へお進みくださいませ。さあ今日は遠く岩手県からお越しいただきまして本当にご苦労様です。いつをこちらへお着きになりました？昨日の11時過ぎの新幹線に乗りまして、こちらの方に着いたのが3時ほどですかね。そうですか、お疲れ様でした。群馬は初めてですか？私は昔々一度長野寄りの方に行ったことはあったんですけれども。そうですか、久しぶり。久しぶりですね。さあ群馬の印象と言いましてもまだ昨日着いたばかりですからあまりこう分からないかもしれませんが何かございますか？本当に風が強いんだなっていうのは感じました。もう今日はね結構風強かったですよね。さあ今日の演奏いかがでしょうか？まあまあだったんじゃないでしょうか。謙遜されてますが、ね、この拍手です。素晴らしい演奏でした。メンバーは何人くらいいらっしゃるんですか？ですね、今日はまあ34名おりますけれども、名簿上は多分50人ぐらいいるんじゃないかなと。定かではないたくさんいらっしゃる。中には幽霊も幽霊もおります何か、お勤めされてからも東京や遠くからもこう一緒通ってくるようですね。なんか居心地がいいらしくって、まあ、毎週というわけにはいきませんけれども重要な、まあ、演奏会ありますときは、まあ、日曜練習とか来てくれるんですよ。みんな駆けつけるわけですね。さあ居心地が良さそうですね。とっても良くて皆さん好きな時に来るもんですから何人人がいるのかが実際今でも把握できなくて毎回演奏会の当日にならないと、誰がいるのかがわからないようなクラブです。またそこが楽しいかもしれませんね。ね、どんな練習をされてるんですか？普段は6時頃から場所を借りてるんですけどもやっぱり仕事が終わってから8時頃にさんさんと本を集まって実際弾くのは30分ぐらいだと思うんですけどもほとんど早く集まってお菓子を食べてお茶を飲んで話をしてるっていうような練習です。練習は30分ぐらいでその他のコミュニケーションの時間がまた楽しいんですね。そうですね、練習が終わってからまた昨日会った仲間とお茶を飲みに行ってもう夜遅くまで語り合っているのがもう練習ですね。そうですか、いい練習ですねお若いですね。おいくつですか？23です。23歳。そうしますとまだここへ入られたばかりですか？そうです、はい、どんなこの雰囲気ですか？とても楽しくて皆さん優しい方ばっかりで居心地がいいです。居心地が良い、はい、さあお隣の方汗びっしょりですが今日の演奏はどうでしょうか？非常によくできたと思います。はい、非常によくできました。はい、いい演奏していただきましてありがとうございました。さあ、これからの目標は？これからの目標といいますかとにかく楽器を弾き続けていきたいっていうのはあります。はい、どうぞ引き続いて続けていってくださいませ。どうもありがとうございました。岩手県からお越しいただきました盛岡市民マンドリンクラブの皆さんでした。遠いところありがとうございました。